ミシェルギュスターブ・マイオールはスイスの天文学者。史上初めて主系列性を肯転する太陽系外惑星を発見した功績で2019年のノーベル物理学賞を受賞した。1942年ローザンヌ生まれ。幼少期をエーグルで過ごした後、高校から再びローザンヌに転居し、ローザンヌ大学に進学後は理論物理学を専攻した。 1966年に修士課程を修了した後は、ジュネーブ大学の博士課程で理論天体物理学を研究し、1971年に同大学のジュネーブ天文台で天文学の博士号を取得した。一時的にケンブリッジ大学天文学研究所で研究したほか、サバティカルの機関をチリのヨーロッパ南天天文台や、 ハワイ大学システムの天文学研究所で過ごしている。博士課程で銀河の過剰構造を研究する中で、構成の速度を精密に測定する方法が必要となったマイオールは、相互相関関数によって構成の速度を測定するという新たな分光法を知った。彼は分光装置の製作に取り掛かり、1977年に完成した分光装置コラベルを オートイコールプロバンス天問題の合計1メートルの望遠鏡に設置した。この分光装置は毎秒300メートルの視線速度の変化を捉えることができ、1989年には構成 HD114762 の周囲を公転する木星質量の11倍の質量を持つ褐色矮星の発見に貢献している。 1993年には感度を向上した高分解能分光系エロディオオートイコールプロバンス点問題の光計1.93メートルの望遠鏡に設置した。1994年からこの装置を使って当時ジュネーブ大学の大学院生だったディリエ・ケローと共に褐色矮星と巨大惑星の探索のため太陽に似た142個の恒星の観測を始めた。 1994年末、マイオールとケローは、ペガスス51番星に、木星より小さな惑星が周回することで起こされると、考えられる周期的な変動があることに気づいた。特筆すべきことに、この惑星の光転周期は、わずか4.2日であり、これは当時想定されていた理論からは考えられない、ことであった。しかしながら、 1995年7月までのデータで惑星の存在に確信を得た二人は、1995年10月6日、太陽と同じ主系列星では、史上初めてとなる太陽系外惑星の発見を報告した。この発見が評価され、2019年10月、マイオールとケローは、現代宇宙論研究者のジェームズ・ピーブルスと共に、 ノーベル物理学賞が受賞されることが発表された。ありがとうございます。